私が全国のホテル旅館さんを見てきた中で必ずと言っていいほど行き着く結論があります。今日はその2つの結論を皆さんにご紹介したいと思います。これは短期的なホテル旅館集客術ではありませんが、皆さんのホテル旅館が将来さらに飛躍していくために必ず行き着く結論です。ということで本日のテーマはホテル旅館が行き着く2つの究極のテーマをご紹介したいと思います。この動画を見ていただければホテル旅館集客を進めていくにあたり必ずたどり着く2つのテーマを知ることができます。それはホテル旅館集客を強化していく上で必ず必要なものです。その2つのテーマをあらかじめ認識しておくことで今後どこに力を入れ何をすべきなのかを理解することができます。そうすることで皆さんのホテル旅館集客は今後さらに道が開けると私は思っています。ぜひ最後までこの動画をご覧いただき中長期的な戦略の一部に取り入れていただければ嬉しく思います。それでは本日も行ってみましょう。まず一つ目です。私がウェブマーケティングやウェブ集客方法をご提案すると弊社のお客様である地方のホテル旅館経営者さんに必ず言われることがあります。それはうちには優秀な人材がいない、だからそんな方法は実行できない、もしくは経営者の意向を汲み取り機転が利くような優秀な人材はいない、そういった経営者さんや会社なりの人材に対しての不満があります。その質問や経営者の不満や理想に対し必要なものは評価制度であると私は思っています。多くの地方のホテル旅館さんには人事制度や評価制度が存在していません。これは他業種や一定の規模がある企業には必ずあるものですが、ホテル旅館さんには評価制度がない企業が非常に多いです。つまり何をしたら評価され、何をしたら評価されないのか、また言い換えればどのような成果を残せば給与が増え、どのような成果を残せなければ給与が減るのかということになります。このような意見をお伝えすると必ずと言っていいほど同じ質問が返ってきます。それはうちは右肩上がりで人件費を増やすことはできないという返答です。これはホテル旅館だけではなくどんな企業も基本的には同じです。よほどの好業績を残している企業でない限り人件費を右肩上がりで増やすことはできません。ではどのようにすればいいのか、もしくは多くの企業ではどのようにしているのか、その答えは相対評価です。相対評価ということは給与が上がる人もいれば下がる人もいるということです。つまりプラスマイナスゼロにすることが相対評価です。売上を上げるためにスタッフが一致団結して動いてくれないと不満を漏らす経営者さんは少なくないですが、それは当然です。どんなに成果を残しても残さなくても給与や評価が上がらないのであれば人間は頑張らない生き物です。それが人間の本質と言ってもいいかもしれません。逆に言えばそんな評価もされず給与も上がらず頑張るスタッフはとっくにその会社を辞めていると思います。もしくはそんな優秀な人であればおそらく起業するような人材です。今すぐどうこうできる話ではありませんが、私が集客を突き進めていく上で必ず行き着くテーマの一つが評価制度でした。それでは2つ目です。集客を突き進めていく上で必ず行き着くテーマのもう一つがホテルシステムです。いわゆる PMS と言われるものです。残念ながら多くのホテル旅館さんではホテルシステムというのはホテル運営をしていく上でオペレーション作業の機械化またはシステム化したものだけになってしまっているというのが現状かと思います。ホテルシステムの中で本当に必要なものは帳票であると私は思っています。例えばお部屋割りをする、チェックインチェックアウト業務をする、または予約内容をチェックするためのものだけではなく未来の予約を取っていくための営業帳票が
どれだけ揃えられるかが大事です。例えば皆さん楽天さんやじゃらんさんが提供している同日比データってものすごく便利だと思いませんか？例えば本日8月6日時点で9月の売上が昨年の8月6日時点と比べてどのくらい伸びているのか、もしくは下がっているのか、こういった同日比データを特定の旅行会社だけではなくホテル全体の売上としても見れることにより、売上が好調なのか不調なのかをデータで瞬時に確認することができ、その取るべき対応も早く実行に移せますよね。この同日比データが私は一番重要だと思っています。ただ残念ながら前年の最終実績の比較はできても同日比の比較は多くのホテルシステムでは標準では備わっていません。担当者さんによってはホテルシステムからデータ抽出して Excel などで二次加工している方もいらっしゃると思いますが、私はそれでは意味がないと思っています。どんなに Excel の知識があろうがなかろうが、どんな人でもボタン一つで数値を把握することができる環境が必要だと私は思っています。しかしこれを現状のホテルシステムでやろうとすると、おそらく一つの帳票を作るだけで30万から100万円ぐらいのコストがかかると思います。ですので次回のホテルシステムの更新時期が入れ替えのポイントだと思います。おそらく5年周期ぐらいで更新時期がやってくると思いますので、そういった入れ替えの際にこのような環境構築をすることをお勧めいたします。いかがでしたでしょうか。ウェブ集客をしっかりやっていくためには必ずこの2つのテーマ、評価制度とホテルシステムにぶち当たります。この2つのお金も時間もかかる大きなテーマを見越しておきながら、来たるべき時に実践してもらうといいと思います。それでは本日も動画をご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。本日も最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。ウェブ集客を強化しているホテル旅館さんにとっては、特にホテルシステムの改善は大きなテーマだと思います。もしいろんなホテルシステムを探しているホテル旅館さんは、株式会社ネオマウントさんのホテルシステムルームスをぜひ検討してみてください。このネオマウントさんは弊社のお客様でも導入していただいており、私が集客戦略を組み立てていく上で必要な帳票、またはレベニューマネジメントを組み立てていく上で必要な帳票を実装してもらっています。ウェブ集客を強化している、もしくはこれから本格的に強化していきたいホテル旅館さんにとっては、とってもいい帳票機能が備わっています。ぜひ一度検討してみてはいかがでしょうか。ネオマウントさんのウェブサイトやルームスの情報に関しては概要欄に記載しておきますので、ぜひ一度見てみてください。それではバイバイ。